こんにちは、お久しぶりです。エッセイの書き方を教えて、感染したんじゃないのっていう人いっぱいいると思います。今回はね、めっちゃ突っ込んだ話になるからめっちゃ大事やで、陽気とって。はい、じゃあね、いきなりいくよ。内容、こう今から何するのっていうと、第1段落の中の文の構成について喋ります。今まではエッセイって第1段落はイントロダクションで、2,3,4,5 とかがボディパラグラフで、最後はコンクルージョンでみたいな話してやんか。で、それぞれの段落ってどんな役割やったって話しました。で、今度はね、もっと幅を縮めて、範囲を縮めて、第1段落の中ってどんな風に作られてんの、構成されてんのっていうのを説明する。じゃあいきなり、第1段落の中っていうのは何種の文で構成されている。これね、4種の文で実は構成されています。4種の文で構成されています。その後ちょっと説明するね。で、4種の文で構成されているんだけど、ちょっとごめんね。4種の文で構成されているっていうのを知ると、何がいいのって、何がいいのかっていうとな、2字の人、200語とか300語書かなあかん人、エッセイの第一段落の構成とか内容とかって困る人いないですか。とっても 2,3,4,5 とかって自分の意見書けばいいなとか、なんでこう思うのっていう理由書けばいいなって分かると思うんやけど、出だしってどうやって書こうって思う人よーけおると思う。で、その参考になるなっていうふうに思ったので、この4種の文で構成されているのっていう二次対策とっても役に立つと思います。それからセンターの人、まあ、みんなセンター受けると思うんやけど、センター受けるときもとっても役に立つ。特に第6問を読むとき、第6問って実はエッセイの構成で作られていますね。だから第6問を読むときにエッセイの構成を知っとると、あ、次はなんとなくこんなことが書いてあるんやなとか、あ、筆者の主張って多分これやなとか分かるようになりますね。だからそのパッセージの中で一番言いたいことって何ですかっていう風な問題が出てきたときに、あ、こことここ見れば分かるやん、そんな感じになります。はい、なので、すごくメリットがある授業だと思ってください。はい、じゃあいきなりね、大事な中身入っていきますよ。いいですか。はい、じゃあね、まず1個目、第一段落の頭からどんな文章というか種類やね、どんな種類の文が並んでるのっていうのを説明していくね。1文目、フックって名前、フック船長みたいなのあるな、こんな引っ掛けるやつな、あんな感じ。読者をその文章のな、その文章に引っ掛けるな、引っ掛ける面白い出だしの文のことをフックって言います。で、それで1文目が面白いなって思ったら、その後もなんとなく読みたくなる。タイトルが面白いと、あ、この本面白そうやなと思って読みたくなる。でも、なんとなくこう、なんかありきたりのさ、タイトルとさ、これはええわ、なってしまう。な、読んでもらわへんと意味がないわけや。な、だから最初が言っちゃ大事やで、役割は、な、読者を引っ掛ける、フック、引っ掛けるっていうのがポイントです。な、それから2番目、その後の文ってどんなの？バックグラウンドっていう名前がついてます。な、名前覚えなくてもいいよ。どういう効用があるのか。どういう効果があるのか、どういう、作用があるのかというのはこっちだけ覚えてくれない。はい、バックグラウンド、ね、その話題のもうまま背景とか知識とか世間からの認識みたいなものが書いてあります。例えば人類進化の話とかやったら、なんか昔の歴史的な背景知識がないと自分の主張がなんとなく読者の人に理解してもらえやんなと、その補足説明のためにこれがないとちょっと困るなと、そういう時についてます。で、文章によって長さが違うのでちょっと気をつけてください。それは次回にまた具体で見ますね。はい、次3番目、これ一番大事、とっても一番大事。なんで推薦ステートメントって名前ないけど、これエッセイの中の筆者の主張が書いてあるの。エッセイって要するに評論文みたいなもんやな。あるなんかこう社会問題でも何でもそうやけど、一つのことに取り上げてな、その問題に対しての筆者の意見が書いてあるわけやな。その筆者の意見を汲み取らなあかんわけやんな、あのくっそ長い膨大な文章の中からな。で、それをな、全部読んで全部理解しようと無理やんな。だからここ一番ポイントになるで言いたい。
よーいといて3番めっちゃ大事。そして最後4番ね、これは、ちょっと読者に優しくしようっていう感じ、エッセイプランって言って、第1段落はイントロダクションやったけど、第2段落からね、どんな構成になってるの、どんな展開内容になってるのかなっていうのをちょっとだけ説明してあげる、概説ね、ちょっとだけ大まかな説明をして、はっきりとは言ってないよ、こんな感じに展開していくよっていうのをちょっと言ってあげる、そんな文の役割を持っています。1,2,3,4 こんな文章で実は第一段落っていうのができてるんですね。はい、でもね、すごいね、こんな文章でできてるね。でもさ、ここまでさ喋ってさ、うわ、ひーくんの話すごいな、ほんまやな、実際に使われてるな、うわすげえ、使ってみようってみんな思う？思わんと思う、思わんと思う、なんでやろ、なんで思われてんだよね、なんでやと思う？これはな、具体例とかさ、具体例とかさ、な、根拠、なんで具体例とか、な、根拠を示してないからな。どうしてこれが正しいのって確実に言える証拠がないでしょ。こういうのが説明しました、あ、そうなんやな、で知識で終わってしまうね。だから今回この授業の僕が一番言いたい主張、筆者の主張っていうのは何かっていうと、この内容です。第一段落の中の第一段落の中っていうのは4種の文って構成されているんだよっていうことが一番言いたいわけ。でもこれって本当かどうかっていうのは証明されてないでしょ。なんでここに具体例とか根拠言ってないな。だからボディパラグラフが必要な2,3,4,5って、俺の主張は絶対正しいんやでって最初に言う。第一段落でなんで CC ステートメントに入ってるんだろ、第一段落で俺の主張はこうなんや。でもそれは具体例とか根拠示してないから漫談正しいことが分からへん、読者の人は。せやから2,3,4,5で例えばこういう体験談があるとかな、こういうニュースがあったとか、どこどこの教授がこういうことを言っているとか、この本ではこういうふうなことが言っていることを引用するとか、こういうものを利用して自分の主張は正しいんだよっていうことを言うわけで、だからこそボディパラグラフが必要なわけです。だから次回の授業は何をするかっていうと、僕のこの第一段落の中の文章ね、4種の文で、あれ4種の文で構成されてるよっていうのを正しいなっていうふうに証明するために、2013年のセンター英語の問題を使って具体例を、提示して僕の主張が正しいんだよっていうことを証明するっていう予告を